発射下に乗せられた S-75S-75 はソ連が開発した高高度防空ミサイルシステム。歴史上最も多く配備され使用された地対空ミサイルである。NATO コードネームでは SA-2 ガイドラインと呼ばれており、アメリカや日本などの西側諸国では一般にこちらの名で知られる。S-75 の開発はラボチキン設計局が担当し、 1953年に始まった。そのコンセプトはアメリカ本土からソ連領内に進行してきた戦略爆撃機のように大型で機動性が重視されない敵機を目標とする中型地対空ミサイルであった。ソ連はすでに S-25、米力トを開発していたが S-75 は S-25 の最大車高1万千メートルを超え、 より高度なシステムを用い、かつ全国配備を目指していた。S-75 は1957年に部隊配備が始まり、これに合わせて国土防空軍も地対空ミサイル部隊を発足させている。S-75 の存在は、同年5月1日に行われた赤の広場での命令記念パレードにおいて、初めて一般市民と西側関係者の知るところとなった。 キューバにおける S-75 の陣地。中央のレーダーを囲み6機の発射機を配置する。発射下を後ろから見るソ連防空軍は S-75 を運用する地対空ミサイル連隊を警戒レーダーを有する連隊本部と3個大隊から構成した。大隊は1機の追尾、下機管制レーダーと、それを取り囲むように60から100メートル間隔で、 配置された6機の発射機から構成される。このため S-75 の陣地は上空から見ると花のように見える。連隊本部の警戒レーダーが目標を探知するとその情報は地対空ミサイル中隊の下機管制レーダーに優先あるいは無線を通じて送られる。ファンソングは目標を補足すると敵機のデータを大体の射撃管制装置に送る。この再ファンソングは 最大6目標までの同時追尾とそのうち1、目標との交戦が可能である。V-750 ミサイルは、中央部に4枚の安定翼、後端部に4枚の大型制動翼が付けられ、先端部と中央安定翼の後ろには、小型の補助翼がある。ミサイルは2段式で、まず固体燃料、ロケットブースターにより発射し、ブースター切り離し後は、液体燃料、 ロケットモーターで推進する。ミサイルの最大射程は3 0トル最大射高は2 8 0 0 0ルである。ミサイルは専用のトレーラーに乗せて、トラックで牽引される。発射には専用の発射化を用いる。初期の警戒レーダーは、P-8 や P-10 が使用された。後に、探知距離を2 7 5トルに完了した。 P-12 警戒レーダーが用いられたが、ベトナム戦争で北ベトナム軍が用いたのは主にナイフレストであった。連帯規模ではこの他に P-15 警戒レーダーや PRV-11 広角測定レーダーと呼ばれるレーダーも使用される。S-75 の誘導に直接関わるのは SNR-75 追尾、下記完成レーダーである。 上記のファンソングは、光線目標に対し、UHF ビームを照射し、発射後のミサイルはこのビームに沿って飛行する。ファンソングはこのまま、敵機の追尾を続けており、その情報は、ミサイルの翼についたアンテナに送られ、最終的に敵機に命中するよう誘導される。この、ビームライディング方式の欠点は、たとえ有効射程内であってもレーダーが、低空領域をカバーしていない以上、 低空を飛ぶ敵機に対して効果が薄いことである。また、ミサイルの命中率はお世辞にもいいとは言えず、セップは70メートルを超える。弾頭には195キログラムの高性能作薬が詰めてあるが、これがもたらす、被害半径は20メートル以下である。あとには、被害半径を増大させるため、弾頭25キロトンの核を選択的に搭載できるようになったタイプもある。 1957年に運用が始まった S-75 はソ連の首都モスクワ周辺に配備されていた KS-30-130mm 高射砲や KS-1900mm 高射砲を代替したのを皮切りに急速に配備が進められた。アメリカ政府の情報網は1958年半ばから1964年までの間に ソ連国内の大都市や工業地帯、政府施設の周辺に S-75 のサイトが600カ所設置されたのを把握した。S-75 は戦略爆撃機の侵入路に予想された地域にも配備され、1960年代半ばまでに1000カ所に配備された。この頃にはソ連国外にも S-75 の配備が進み、 ドイツ民主共和国のドイツ中流ソ連軍に配備されたほか、ワルシャワ条約機構に加盟する東、ヨーロッパ各国にも売却された。また、東アジアで西側諸国と対峙する中華人民共和国や朝鮮民主主義、人民共和国、ベトナム民主共和国に供与された。S-75 が初めて戦果を上げたのは、 1959年10月7日のことである。中国の首都である北京付近で偵察飛行中だった中華民国空軍の RB-57D キャンベラ偵察機を中国人民解放軍の S-75 が撃墜した。台湾空軍の偵察機は中国領空内で S-75 の脅威にさらされ RB-57D や 黒猫中隊の U-2 偵察機が4機撃墜されている。西側諸国に S-75 の威力を強く印象付けたのは1960年5月1日に起こった U-2 撃墜事件である。超高高度からソ連上空を領空侵犯するアメリカ空軍の U-2 偵察機に対しソ連防空軍は戦闘機で迎撃を試みたが成果は上がらなかった。 この状況を変えたのが S-75 である。1960年5月1日、フランシス・ゲイリー・パワーズの操縦する U-2 は、ソ連側の警戒レーダーによって捕捉された。次に溶撃機が発進し、最終的に14発の S-75 発射によって U-2 は撃墜され、パワーズはスパイ行為で拘束された。百六十二年のキューバ危機では、 キューバに設置された核ミサイル基地を偵察する米空軍の U-2 の迎撃に S-75 が用いられた。10月27日の暗黒の木曜日にはルドルフ・アンダーソンが操縦する U-2 を S-75 が撃墜し、アンダーソンは戦死した。戦闘における初の S-75 使用は1965年に勃発した第二次インパ戦争である。 インド軍の S-75 がパキスタン空軍機1機を撃墜し、その後のパキスタン空軍の作戦行動に重大な影響を与えている。海 -105 に命中した直後の S-75。爆発した弾頭による煙が見え、被弾した海 -105 は火を吹いている。S-75 が大規模に投入されたのはベトナム戦争である。北。 ベトナムへの S-75 の配備は1965年半ばに開始され、同年7月には初撃墜を記録した。しかし、本来大型航空機や高高度を飛ぶ航空機を目標に開発された S-75 で高速の戦闘機に対処することは困難で、加えてアメリカ軍が ECM を使用するようになると撃墜率はさらに低下した。 1965年の段階で5.7%だった撃墜率は1968年には0.9%まで低下した。一方で、ベトナム戦争における S-75 の評価は直接的な撃墜だけはでなくシステムの一部として捉える必要がある。S-75 によってアメリカ軍は航空戦力の一部をワイルド・ウィーゼルに割く必要が生じた。 ミサイルを回避する軌道は多量の燃料を消費するので、それを利用して米軍機にミッションを放棄させる戦術も多用された。ミサイルによって米軍機を低高度に追い込み、対空砲や短距離の地対空ミサイルで撃墜する戦術もよく知られている。ベトナム戦争終結までに4000発以上のソ連製地対空ミサイルも投入されているが発射され、これによって撃墜された。 米軍機は100機近くに上っている。ベトナム戦争中、S-75 は一度だけ、設計意図であった戦略爆撃機の迎撃に用いられた。1972年、ハノイ爆撃に出撃した B-52 は密集体系を組み相互に ECM でカバーしていたが、北ベトナム側は爆撃後、機関のための旋回で密集体系が崩れる瞬間を待っていた。 北ベトナム側は電子妨害を受けながらも B-52 の旋回ポイントに向けて無誘導のまま大量の S-75 を打ち込んだ。ミサイルは彼らの期待通り旋回の瞬間に到達し最終的に14機の B-52 が撃墜された。中東ではエジプトやシリアに S-75 が配備され第4次中東戦争などではイスラエルに対する 高高度防空を担った。イランやイラクに輸出された S-75 は、イラン・イラク戦争や湾岸戦争で用いられた。移動用トレーラーに乗せられた S-75。状態はあまり良くない北朝鮮の軍事パレードに登場した S-75、S-75 は、インド、ベトナムの他にも、ソ連と関係の深かった勢力に輸出され、中国では、 改良型の HQ-2 がライセンス生産された。また、様々な戦争で使用され、世界一多くの実戦を経験したサム、史上最も多く発射されたサムと呼ばれる。輸出された S-75 の一部は、地対地ミサイルとして使われ、中国はこれをもとに、射程 150km 程度の短距離弾道ミサイルである DF-7 を開発した。開発から、 半世紀を経た S-75 は、後継の S-200、ドゥブナや S-300 などが配備され、ロシア連邦を含め多くの国で退役しているが、一部は、現役である。2015年に始まった第二次イエメン内戦では、武装組織風刺が S-75 を、短距離弾道ミサイルとして、サウジアラビア攻撃に用いた。軍事評論家の江畑健介によれば、 北朝鮮が開発した弾道ミサイル、テポドン1号の弾頭を切り離し時に使用するキックモーターには、同国で使用されている S-75 のブースターが使用されているとされる。展示される S-75、M 中国空軍航空博物館で展示される HQ-2 運用国模型では、エアフィックスからサム -2 ミサイルとして、オースケールでキット化されて、以来、 長らく新製品がなかったが、2003年に中国の模型メーカートランペッターから1、35スケールでトラック牽引状態と発射化に乗せられたバージョンの合計3つのラインナップで発売された。このほか、グランダ1社から1、72模型が発売されている。ありがとうございます。